もしもし。あ、つく。はいはい。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちらまたアバウトアースコーヒーさんにお邪魔しているんですけれども、これから、特別なブレンドをまた作らせていただこうかと思いまして、はい、今日はですね、うちの父さん、あなたのお父さんのために、ブレンドをこれからね作らせていただこうと思います。まあ、父の日もね、近いということで、もう父の日ブレンドと、銘打ちまして、販売もしたらいいんじゃないかということで、お父さんって結構僕的にはしっかりしたコーヒーを好むイメージではあるんですよ。うん、そうですね。うちの父もそうです。あ、やっぱりそうですか。はい、最近やっぱりあのサードウェーブとかで、あの浅入りのね、あの軽い感じとか、あの酸味のある感じ、フルーティーな感じとかも流行ってますけど、まあ、ちょっとここはドーンと重たいものを作ってもしっかり飲めるやつをね、うん、作っても面白いんじゃないかと思いまして、僕的にはですね、今日ブラジルをちょっとベースに作ってみたいなと思ってるんですよ。やっぱりコーヒーと言ったらお父さんの世代の、やっぱそうですよね。ブラジルが日本人に親しまれているというか、これこそコーヒーだと、こう日本人の舌が覚えているみたいな豆ですもんね。ブラジルをメインに、はい、今日はこのブラジルをメインに作らせていただこうと思っております。はい、よろしくお願いします。うちの父は本当、僕がコーヒーを始めた最初の頃から一緒にずっと飲んでてくれたんですけど、はい、あの味の感想をくれたりとか。じゃあやっぱりお父さんが感想くれるっていうのは続ける上で、あ、そうですね、大きかったですね。最初コーヒーって何っていうそもそもの指標がなかったんで、うん、ちょっと客観的に見てくれる人が欲しかったんですよね。うんうん、これ濃いなとか薄いなとか、そもそもそこすら分かんなかったから。あーやっぱりブラジルいいっすね。行きたい行きたい。カズマックスが父に飲んでほしいブレンド。ん？カズマックスが父と一緒に飲みたいブレンド。あ、それだそうですね、子と父が一緒に飲めるブレンド。もっとどっしりしてもいいなって。ケニアとこれの211、211にしたんですよ。はい、あ、全然系統が違う。どっちからに飲ませるのが難しいな。よし、こっちでいきましょう。これ、はい、これでいきましょう。うん、なんかカズマックスさんらしさがありながら、うん、でもやっぱりいつもよりドーンとドーンと。今回だって、ナチュラルナチュラルしたやつ入ってないですもんね。あ、そうですね、全然ウォッシュウォッシュでブラジル、うまい。うん、しかも多分これも水出し美味しいと思います。いけますね。よし、じゃあこれを僕は父上に飲ませてきます。父に捧げるコーヒーですね。父に捧げるコーヒーですね親孝行息子や、はい、じゃあこの豆を持って行ってきます。じゃあね、じゃあね、すごいスムーズ。9時、お、すごい。9時でスムーズって言ってるのかな、おかしい気がするけど、もう巻きってきてますね、だいぶね。やばいな、1時間も死んでやん。もしもし。あ、つく。はいはい。はい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 。どうも、はい、いらっしゃい。さあさあ、どうぞおかけください。
だいぶ良くなったでしょ。すごいじゃん。いいじゃん。いいでしょ。うん。なんかちょっと端から見たいものがいっぱいあるよ。まあまあまあ、まあとりあえずおかけください。マスター一杯お願いします。はい。美味しいけど。今日わざわざお越しいただきましたのはですね。うん。はい。どうぞこちらをお呼びください。ファーザーズデーブレンド。父の日の。何これ。作ってもらったのよ。今年の父の日にさ、何しようかなって考えた時に、コーヒー好きじゃない、ちょっと沢ノ井さん、アバウトアースの店長さんにもね、はい、お願いして父親好みのコーヒーを作ってくれませんかって話をして、毎日だとそんな話をしてたのよ。アバウトアースでも父の日とかは特にコーヒーがよく出る時だからっていう話をしらっと入れて、あ、じゃあちょっと父さん用に作ってもらえないかなと思ったら、あ、いいですよって感じだったから、ちょっとね、作ってもらいまして。わざわざでいいね。そう、そうなんですよ。かっこいいじゃん。例えば、お誕生日は行けなくてすみませんでした。ああ、食事でも行こうと思ったけど。どうぞこちらを。こっちが誕生日、こっちが父の日。何かね。え？チャポチャポ言う。お茶系、恒例ですからね。どうよどうよ。ああ、こうさ、あんまり深入りじゃないのにさ、うん、こう深入りな香りがするっていうのは、うんうん、ブレンドの多分ね、色味は割と浅めに見えるかもしれないけど、結構火は入っててしっかりめの味わいだし、使ってる豆もいつも出してるカズマックスブレンドって結構柔らかいのよ、うん、エチオピアとかルワンダとか、うん、をメインにしながら結構柔らかめの優しい感じのがベースなんだけど、うん、父の日って考えて、まあお父様昔さ、ブラジル好き、そう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 、うちにいた頃さ、実家にいた頃さ、うん、コーヒー始めたばかりの頃一緒に飲んでくれたやん、うんうん、前は、うんうん、ドリップコーヒーもよく飲んでもらってたけど、うん、たまにマキネットとかさ、これとかさ使ってさ、エスプレッソ出してさ、やったじゃん、やってたね、濃いのをさ、はい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 、でも結構砂糖入れたりとかさ、牛乳入れたりとかしていろいろやってたけど、父さんは結構でかいやつ、あ、これか、あ、ないわ、向こうだ、結構大きいやつで入れて、その残りをさ、もう全部くれって言って、カップで飲んでたじゃん、うん、あ、苦いの好きなんやなって、結構しっかりめだなって。豆が何種類ぐらいあって、これね、確かいろいろ入ってる、基本はブラジルとかのベースに、うん、結構もうしっかりめのもうどっしりだねっていう、もうそっちに振った、いつものまあカズマックスブレンドはさ、柔らかい方でもうあるから、それはそれで入れてあげられるし、うん、まあ買ってくれてるしね、うん、食べたまあブレンドだからね、一つ一つちょっと味が違うかもしれんけど、そう食べてたよね昔からね、うん、よく食べた、たまにさ、豆に集中してると、うん、これを置き忘れてさ、うん、始めちゃうと、あ、慌てて出るよ止めりゃいいよどうすんだよ、こうやって、なんか微妙に血筋を感じるな。いや、久しぶりやね、なんか二人でコーヒー飲むというか、コーヒーを入れてあげるのというか、うん、いつぶりかね、本当だ、山梨出て以来じゃないの、そうだね、5年ぶり、そうだね、一回帰省した時入れてあげられなかったもんね、ちょっとあんだけ毎日ね、一緒だったんでね、これ、うん、買おうと思ったの、うんうん、やっと見つけて、うん、ちょっと買えなかった値段でびっくりした、結構するでしょ、結構するんだ、2000円超えてるからね、確かね、そう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 、もう友達からもらって大事に使ってるんだけど、知り合いの YouTuber に、友達の YouTuber に俺もプレゼントしようかなって思って、値段見たら、おなかなかすんなみたいな。よし、では入れますか。なんか緊張するわ。お
おー、いい感じできましたね。きましたね。焙煎から少し日も置いてるから、あの落ち着いた味わいになってると思うし。うん、まあでも結構 しっかりめだしね。なんだ、じゃあ俺も持ってきてあげればよかったな。キャンプに持ってくるくらいだからね。ああ、そうだ、持ってってたよね。見るわ。うんうんうん。電源まで持ってね。俺よりよっぽどコーヒー生活してんじゃんと思って。ちょっと羨ましい。うまいや。ああ、俺のとは違うな、やっぱり。あ、入れ方とか？うん。キメが細かく見えるわ。どう思う？あ、豆がね。うん。豆30入れたい？豆ね、24使った。で、300。300のつもり一応。まあ、もし濃かったら、あの、差し湯とかもできるじゃできるけど、まあ、こういうの好きだもんね。うん。これをね、やりたかったのよ。ああ、結構なスピードでいいね。早いね。そう、結構ね、いい。じっくり落としちゃうから、時間がない。よし、オッケー。うん。すり鉢になってるね。なってますね。もう、なかなか。なるときとならないときは。ああ。落とし方かなと思う。さてと。いやーなー、本当に5年ぶり。まあ俺も正直あのこの時までちょっと開けるの取っておきたかったからさ、あの作ってはきたけど試し入れしないからちょっと本当に初めて、はい、じゃあどうぞお召し上がりください。じゃあいただきます。はい。5年ぶり。腕上がってるかな？どうかな。頑張ってきたつもりだけど。うんうん、一口目いいね。おお。あ、いいねいいね。あ、オッケー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 。うんうんうん。結構イメージ通りにできてる。よし、これなら多分父さんの好みで。濃いめに入れてもちょっと強烈飲みたいなって言って薄めに入れてもそんなに弱くもならないし、あのどぎつくもなりすぎないから、うん、結構バランス取ったつもりだから多分好みに乗せられると思う。美味しい、うん、後でお豆をお渡しする、うん、いろいろうんちくいらないけど、うん、ハッド外れしてたら困るうまいでいいよね、うん、美味しいです。あ、学生の頃にカズマに入れてもらってたコーヒーの味よりも、うん、なんか品が良くなってる感じ。豆がいいのかね、これ。昔はほら、まあ、豆が悪いわけじゃないけど、うん、こう入れ方がやっぱり安定しなくて、うんうん、そうだね、荒っぽい感じがあって、それもそれで好きだったけど、うん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 、ね、透き通った感じ、うん、よかった、めっちゃホッとしたわ。いや、美味しい。上手に。うん。おかわりお願いします。あ、かしこまりました。カズマックスブレンドもさ、あの、普通のというか、今までのやつ、うん、もう買ってくれてるけど、系統違うでしょ。柔らか、なんというかな、エチオピア由来のものがあんまりないから、今までの軸になってたものが。もう完全に、もう、あの父親向きなんで、こうします、こうしますって、いろいろ打ち合わせて。そっか、ファーザーズデイ、コーヒー豆のブレンドでプレゼントするの人、おしゃれだね、ケニー、ちょっと、いいんじゃない？いけてるよ。いいでしょう。もうそれびっくりわ。いや、俺もあの、まあ正直、パクったんだけどね。その話を聞いて、ね、佐野内さんが、あの父の日はあのコーヒー豆が一番出るらしいですよって、あのまた違う店から聞いたんだって。これを飲む、それとも、あの、いつものブレンドもあるんだけど、新しく作って、あ、その途中入れる、はい、あ、見えた。ほい、ありがとう。23、さっきはね、4だったけど、自分でさ、ブレンドしてるとさ、結構ほんと今までと違った視点で見たりするからさ、うん、あれ、なんかイメージと違う味だっていうのがすごいなんか如実にわかるというか、京都行っていい経験しましたよ、本当に。ちょっと香りが違うかな。華やかな感じがする。うんうんうん。これは今まで作ったカズマックスブレンドを踏襲したというか。まさかこんなことになるとは思わなかったでしょ。
自分の息子が最初な、うん、頭痛が多すぎるんで、じゃあコーヒーでも飲めばって言って缶コーヒーを自分で買い始めたんだ、ね、あれがスタートだった。そうだね、あ、そっか、そんなこともあったね。で、俺がパーコレーターで入れたコーヒーをクソまずい今、俺あれがうまいと思ってたんだね、自分で。ああ、うって漂うコーヒーの香りをね、うんうんうん、たっぷり香りすごい良かったよね。グツ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 、まあ、パーコレーターがあれが醍醐味だけどね、うんうんうん、あの匂いを感じながら、うん、うっそいクソまずいコーヒーを出がらしみたいなコーヒーを飲んで満足してた。あの時代だよ、あの頃からもうあの入ってったんだよ、多分。そっか、なんとなくあっという間に、そう、こんな美味しいコーヒーを入れてくれるようになったんです。結構豪華に入れていいのね。そう、ハリオとかの場合はね、また別になるとまた変わったりとか、あの焙煎度とか豆によってやっぱり変えるけどね。これに関しては柔らかくイメージしたコーヒーだし、うん、まあそこそこコクはあるし、あれだけど、基本は柔らかめので、温度もさっきより低めの、うん、そうやってどんどん落として、うん、時間も短めにして、よいしょ、おお、うん、種やらかね、こっちの方はね、うん、もう甘み抜ける感じがして、口当たりもかなりライトでしょうか、うん、優しい、うん、もう差別化するんであればね、あのさっきの方、本当に自治の日ブレンドの方はしっかりも本当重たく出しても、こう日によってこう分けても面白いと思うし、うん、やっぱり一番最初いただいた、うん、ファーザーズデイのブレンドが好きだな、うん、本当、うん、あ、よかった、あ、好みにできてた。多分日本人の舌が、あの、あ、多分これがコーヒーですねっていうのをなんとなく覚えているというか、うん、特に父さんたちの年代が知っているというか、うん、あ、多分これいけるなと思って、うん、あ、そうか、その舌が味がついてるのか、うん、確かに学生の頃ね、原宿でカフェによく入ったんだけど、あ、そうなんだ、当時1杯1000円ぐらいしたんだよね。そんなすんの？するする、1000円じゃ安いくらい。で学生で1000円出せるわけないよ、コーヒー。そうだね、どこのコーヒーは持ってんのかなでももう原宿だからっていうしょうがないかって、まあ、はいはい、ちょっと贅沢の気持ちでね、あ、まあ住んでたからね、原宿に、神宮前に住んでた、ね、あ、そうなんだ、原宿、渋谷区神宮前に住んでたから、うんうん、しょっちゅうカフェに入ってたのね。へえ、一番安いのを探すんだけど、ね、一番安いのを探すんだけどちょっと背伸びをして800円、1000円となるともう心臓ドキドキで、でもね、美味しいコーヒー屋さんいっぱいあったよ。うんうんうん。さあ、どうぞ、じゃあこちらお持ちください。また父の日になったら、あの、多分家に行くと思うけど。ありがとう。はい。じゃあ、食事に行きますか。行きますか。軽く。うん。軽く焼肉行くか。焼肉軽いの？ランチの焼肉とか、あんじゃない？あ、なんでも。どっかその辺にあるかな、なかったっけな。